いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。先行争い何が行くでしょうか。デミス前に行きそうです。帝王ロイヤル、それに続いています。さらにはロッケリー、9番ユニコーンライオン、その後ろ先手を取ったのはテヌス、シムカミル、それに続きます赤の帽子ベラーズール、その後ろすぐ後ろにベルトライゼンデ、その外からユーバーレーベル、ハーツイストワール、そのうちに続いています。並んで5番グランドグローリー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続くのがオネスト、その外にガノンベルーガ、内からはトラストケンジン、その外にカラテ、その隣にシャフリヤール、内からはデアリングタクト、その外にリッジマン。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。最後方にシャドウディーバ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。9番ユニコーンライオン、並んで7番テネス、ロッケリーニ、すぐ後ろベルトライゼンデ、それに続いています。大ケーキを通過していきます。さあ先頭はまだ9番ユニコーンライオン、テネス、ほとんど差がありません。ロッケリーニ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ユニコーンライオン先頭、外からロッケリーニ、ユニコーンライオン先頭、外からベラーズール先頭、残り 200m ベラーズール、さらに足を伸ばす、残り 100m ベラーズール先頭、ベラーズール先頭だ、ベラーズール1着、2着にはどうやらガノンベルーガ、3着にベルトライゼンデ。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいなスタートです。先行争い何が行くでしょうか。ユニコーンライオン前に行きそうです。シムカミル、それに続いています。さらにはロッケリーニ、7番テネス、その後ろテネス先手を取りました。その後ろからはレオーロイヤル、その隣にブランドグローリー、これに続くのがユーバーレーベン、ガノンベルーガ、すぐ後ろベルトライゼンデ、そのうちに続いています。さらにはベラーズール、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろにデアリングタクト、内からはオネスト、その外にハーツイストワール、並んで12番シャドウディーバ、その外からカラテ、オレンジの帽子シャフリヤール、その後ろ内からはリッジマン。1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。最後方にトラストケンジン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。9番ユニコーンライオン、並んで7番テネス、シムカミル、それに続きます。並んで5番グランドグローリー、大ケーキを通過していきます。さあ先頭はまだ9番ユニコーンライオン、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。テネス、ユニコーンライオン2番手に控えました。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はユニコーンライオン、内からテネス、外からガノンベルーガ、ユニコーンライオン先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はガノンベルーガ、2番手は帝王ロイヤル、ガノンベルーガ先頭だ、先頭はガノンベルーガ1着でゴール、2着にはどうやら帝王ロイヤル。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。シムカミル前に行きそうです。テネス、それに続いています。さらにはユーバーレーベン、13番帝王ロイヤル、その後ろ先手を取ったのはテネス、ユニコーンライオン、すぐ後ろこれに続くのがロッケリーニ、グランドグローリー、そのうちに続いています。これに続いてハーツイストワール、すぐ後ろにカラペ、内からはベルトライゼンデ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。赤の帽子ベラーズール、その後ろデアリングタクト、この馬もこのグループ、内からはオネスト、その外からガノンベルーガ、その隣にシャフリヤール、内からはシャドウディーバ、並んで16番リッジマン。1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。最後方にトラストケンジン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。1番シムカミル、すぐ後ろにユニコーンライオン、並んで7番テネス、そして大きく離れてグランドグローリー、この位置です。先頭は依然としてシムカミル、ユニコーンライオン、ほとんど差がありません。テネス3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はシムカミル、さあいよいよ直線の攻防、さあ先頭に立ったのはユニコーンライオン、しか
かしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ユーバーレーベン手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、ユーバーレーベン抜けた。ユーバーレーベン粘る。ユーバーレーベン、ユーバーレーベン